つもご視聴いただきましてありがとうございます。最近会話の中であれを多発する人が周囲に増えてきたような気がして、ひどい時はあれのあれどうなった、いやどれのどれよと会話が全く成立しないことすらある意味楽しんでいる竹千代です。よろしくお願いします。さて今回は静岡県沼津市にあります中華料理丸宮さんにやってきました。営業時間は11時から15時と17時から22時で、定休日は水曜日となっております。こちらをネットで少し調べたら、静浦中出身者が知らなかったら潜りだねと言われるほどのようで、地元ではかなり有名なお店だとお見受けいたしござそうろう。あ、すみません、最近大河ドラマにハマってまして。それではお邪魔するでござる。こちらのお店はお座敷の4人掛けテーブルがメインとなっており、中央には椅子のテーブルも1つありました。それではメニューを見てみましょう。まずは一品料理です。メニューを見て思ったこととしては、普通のラーメン屋さんではなく本格中華のお店って感じですね。続いては麺類です。普通のラーメンは650円で、その他はほとんど800円、エビラーメンとチャーシュー麺は900円となっております。一品料理を見た後に麺類を見ると妙に安く感じますね。続いてはご飯物です。後から知ったのですが、どうやら天津飯が酸味が強くて美味しいようです。続いては定食です。エビチリ定食1100円以外は全て1000円って、金銭感覚がおかしくなってしまったのか妙にリーズナブルに感じちゃうから不思議です。続いてサービスセットはラーメンとのセットで950円とさらにリーズナブル。単品でライスと半ライスもあるようです。あと今のメニュー表以外にもホワイトボードにもメニューがありました。辛い系のラーメン850円に手打ち麺に変更なら50円増し、その他おつまみ系やドリンクなどなどですが、案内された席からは遠すぎて何かの麺とポテトぐらいしか見えなくて、視力検査かって感じでした。多分あのメニューは向こう側の VIP の方のためのものなのでしょう。いつか VIP 席に通してもらえるように頑張らないとですね。で、卓上のサービスはこんな感じで、注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。ラーメンと半チャーハンの A セット950円です。ラーメンの具ですが、チャーシュー、メンマ、ナルト、海苔、ネギといった感じです。半チャーハンの方は見た目しっとり系で、半のイメージとしては量が多めだったので、コスパとしてはかなり良いのではないかと思います。麺は細麺ストレートで、濃いめのスープによく合います。まだ VIP ではないですが、次回はプラス50円の手打ち麺も食べてみたいと思います。続いてスープですが、見た目通り濃いめとなっておりますが、中にほのかな甘みもあり、とっても美味しいです。正統派ラーメンの濃い味派の方にはドストライク間違いなしだと思います。続いてインパクト大のチャーシューですが、しっかりと味が入って噛み応えもあり美味しいです。次回はチャーシュー麺の手打ち麺変更もありですね。そして見た目しっとり系のチャーハンですが、実際はパラパラ系で、食べるとしっとりとして美味しく、塩加減も良いのでラーメンとの相性も抜群だと思います。続いては餃子400円です。こちらの餃子はあんがぎっしりと詰まっており、味付けもしっかりとしていて、とても美味しかったです。最後は焼肉定食1000円になります。お肉、キャベツともに結構なボリュームがあるのですが、いまいちそのボリュームが伝わらない理由がこの大盛りご飯です。丼飯といった感じでお腹にいっぱいになること間違いなしです。その他お漬物とスープ、デザートがついて1000円なら、先ほどの950円のサービスセット同様、かなりお得じゃないかと思います。それでは気になるメインのお肉を見てみましょう。甘辛く濃いめに味付けされたお肉は、キャベツも大盛りご飯も無限に食べれそうな勢いです。さらに大量のマヨネーズもお肉やキャベツにあえてオンザライスで食べたら、この大盛りご飯もあっという間に食べ終わっちゃいました。最後にデザートを食べて完食です。杏仁豆腐って久々に食べたけど安定の美味しさでした。今回は沼津市ダビにあります中華料理丸宮さんにお邪魔させていただきました。ラーメン、半チャーハン、餃子、焼肉定食とどれも全部美味しかったです。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画が少しでも参考になったとか、面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録、グッドボタンを押してもらえたり、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。